日英同盟は、日本とイギリスとの間の軍事同盟である。1902年1月30日に、ロシア帝国の極東進出政策への対抗を、目的として、中英日本公使、林忠氏と、イギリス外相、第五代ランズダウン公爵ヘンリー・ペティ・フィッツの間で、ランズダウン公爵邸、オーバルルームにおいて調印された。その後、第二次、第三次と継続更新されたが、 1921年のワシントン海軍軍縮会議の結果、調印された4カ国条約成立に伴って、1923年8月17日に執行した。小村寿太郎編リー・チャールズ・キース・ペティ・フィッツ・林忠氏タダシ1895年の日清戦争で、新国が日本に敗北して以降、中国大陸をめぐる情勢は一変した。 日本への巨額の賠償金を支払うために、新国政府はロシア帝国とフランスから借還し、その見返りとして露出両国に新国内における様々な権益を付与するはめになったが、これがきっかけとなり、急速に列強諸国による中国分割が進み、アヘン戦争以来の真のイギリス一国の繁殖民地状態が崩壊したのである。とりわけ、 シベリア鉄道の満州北部施設権獲得に代表されるロシアの満州や北中国への進出は激しかった。フランスもフランス領ベトナムから進出して、雲南省、厚生省、広東省、四川省など南中国を勢力圏に収めていき、北中国を勢力圏とするロシアと連携してイギリスを攻撃してくる恐れが生じた。これに対抗して、 イギリス首相第三代ソールズベリー公爵、ロバートガスコインセシルは、新国の領土保全を訴えることで露ツが、中国大陸における、イギリスの権益を食い荒らすのを防ごうとした。さらに1896年3月には、ドイツ帝国と連携して露ツに先んじて、日吉政府に、対日賠償金支払いのための新たな借款を、与えることで、 英独両国の新国内における権益を認めさせた。また1896年1月にはフランスと協定を締結し、英仏両国ともメコン川上流に軍隊を中屯させず、四川省と雲南省を門戸解放することを約定した。これによってフランスの北上に一定の歯止めをかけることに成功した。1897年に三島省で ドイツ人カトリック宣教師が殺害された事件を、後日にドイツ皇帝ビルヘルム2世率いるドイツ軍が真に出兵し、公衆案を占領し、そのまま同地を咀嚼地として獲得した。これについて、ソールズベリー公爵ははじめドイツがロシアの南下政策に対する防波堤になるだろうと考えて歓迎していたが、ビルヘルム2世が三島半島全体を ドイツ勢力圏と主張し始めるに及んで、ドイツへの警戒感も強めた。1898年に入ると、ロシアが両党半島の旅順を占領し、さらに大連にも軍艦を派遣し、清政府を威圧してそのまま旅順と大連をロシア咀嚼地とした。これに対抗して、ソウルズベリー公爵はこれまでの新国の領土保全の建前を覆して、清政府に 交換外交を仕掛けて、ロシアが旅順占領をやめるまでという期限で、三島半島の異界英をイギリス咀嚼地とした。同時に、ドイツが露物と一緒になって、この咀嚼に反対することを阻止するために、三島半島をドイツ勢力圏と認めたが、これは、イギリス帝国主義にとって、最も重要な様子古流域に、ドイツ帝国主義が進出していくことを容認するもので、あり。 イギリスにとって大きな痛手だった。植民地大臣のジョゼフ・チェンバレンはこの年、イギリスが公栄ある孤立の政策を続ける限り、新国の運命はイギリスの利益と願望に反した形で決まるだろうと演説し、クリミア戦争の時のように、いずれかの強国と軍事的に連盟することが今後必要になるはずだと訴えた。1899年に入った頃には、 ロシア帝国主義の満州と北中国全域の支配体制はより盤弱なものとなっていた。ロシアがこの地域に関税をかけるのも時間の問題だった。さらに1900年に起こった疑話ンの乱に乗じてロシアは満州を軍事占領した。ロシアは満州からの撤兵の約束をしたが、なかなか撤退しようとせず、むしろ南の朝鮮半島にも触手を伸ばすようになった。 これにイギリスと日本は警戒を強め、両国の間に対ロシアという共通の中退ができた。この頃、日本の政界では、伊藤博文や井上馨らがロシアとの妥協の道を探っていたが、山形有朋、桂太郎、西郷次道、松方正義、加藤孔明らは、ロシアとの対立は遅かれ早かれ避けられないと判断して、イギリスとの同盟論を唱えた。 また同盟国関係の事例研究からも、イギリスはロシアに比べ条約遵守の事例が多いと考えられた。結局日露協商交渉は失敗し、外相小村寿太郎により日英同盟締結の交渉が進められた。伊藤ももはや日英同盟に反対はせず、1902年1月30日にはロンドンの外務省において日英同盟が締結された。 調印時の日本側代表は、林正特命全権講使、イギリス側代表は、ソールズベリー公爵内閣の外務大臣第5代、ランズダウン公爵、ペティオフィッツであった。第1次日英同盟の内容は、締結国が他国の侵略的行動に対応して、交戦に至った場合は、同盟国は中立を守ることで、それ以上の他国の参戦を防止すること。 さらに二国以上との交戦となった場合には、同盟国は締結国を助けて参戦することを義務付けたものである。また、秘密交渉では、日本は単独で対露戦争に臨む方針が伝えられ、イギリスは好意的中立を約束した。条約締結から2年後の1904年には、日露戦争が勃発した。イギリスは表面的には中立を装いつつ、 情報活動やロシア海軍へのサボタージュ等で日本を大いに助けた。また日英同盟を契機として日本は金準備の大部分をロンドンに置き、その半分以上はイギリス国債に投下したり、またはロンドン預金銀行に貸し付けるようになった。1906年、英国施設この男アーサーの手でガーター勲章を廃用する。 明治天皇第一次同盟は1902年1月30日から起算して5年間の友好とされた。しかし、締結2年後に日露戦争が開戦し、戦況が日本軍の優勢となったことが英国内で報じられると、英国では同盟拡張などの衝動者も現れた。第一次同盟に調印したランズダウン、英国外相は1905年3月下旬に、 在英国日本国大使館の林大使との会して、同盟継続について準備協議を希望する旨を日本側に打診した。これを受けた日本側は協議を進め、日本政府が同年5月24日に閣議で採択した振興渉案を英国に提示し、両国の事前交渉が始まった。イギリス側は同盟の適用範囲をインドまで拡大することを希望したが、 新たな戦争に巻き込まれたくなかった日本は難色を示した。両国間でさらなる協議が進められた結果、第1次では適用範囲が東亜とされていたが、第2次に地恵同盟では東亜にインドを加えた適用範囲に拡大された。また、大韓帝国については国際情勢から第1次よりさらに踏み込んだ保護国家で両国が妥結し、 1> 第1次日英同盟での防止を主軸とした内容が、第2次では工房へ変更された。英国側はランズダウン外相、日本側は小村外相がポーツマス条約の事前交渉で渡米していたことから、在英国日本国大使館の林、特命全権大使が出席調印し、8月12日にロンドンで第二次日英同盟が締結された。 第二次日英同盟では、イギリスのインドにおける特権と、新国に対する両国を含む列国の商業的、機械均等を肯定し、さらに締結国が他の国一国以上と交戦した場合は、同盟国はこれを助けて参戦する、容疑務付けた、公衆同盟に強化された。日本の大韓帝国の保護国家をイギリスが承認する、条件で妥協した。また、 同盟の有効期限が10年間へと変更延長となった。同条約はポーツマス条約後の同年9月27日に両国で公表されている。1911年に更新された第3次日英同盟ではアメリカが交戦相手国の対象外に定められた。ただしこの条文は自動参戦規定との矛盾を抱えていたため実質的な効力は期待できなかったが、 これは日本、イギリス、ロシアの三国を強く警戒するアメリカの希望によるものであった。さらに、同年に発生した侵害革命に対する日本の行動にイギリスは同調せず、官軍と革命軍の仲介を図ったため、日本側はイギリスに不信感を持ち、両国にとって条約の重要性は低下した。また、日本は第三次日英同盟に基づき、 連合国の一員として第一次世界大戦に参戦した。第一次世界大戦後の1919 19年にパリ講和会議で日本とイギリスを含む5大国の利害が対立し、とりわけ国際連盟規約基礎における日本の人種的差別撤廃提案が否決されたことは過言として残り、1921年に国際連盟規約への抵触、 日英双方国内での日英同盟更新反対論日本との利害の対立から日英同盟の廃止を望むアメリカの思惑日本政府の対米協調路線を背景にワシントン会議が開催されここで日本、イギリス、アメリカ、フランスによる4カ国条約が締結されて同盟の更新は行わないことが決定され1923年 日英同盟は拡大解消した。拡大とは言ってもこれは日英同盟の実質的弱体化であった。当時のイギリスの外相アーサー・バルフォアは20年も維持し、その間に会の大戦に耐えた日英同盟を破棄することは、たとえそれが不要のものになったとしても忍びがたいものがある。だがこれを存続すればアメリカから誤解を受け、これを破棄すれば日本から誤解を受ける。 この身体困難を切り抜けるには太平洋に関係のある大国全てを含んだ協定に変えるしかなかったという心境を告白している。日本にとって当時世界一の超大国であったロシア帝国の脅威は国家存亡の問題であった。それは日本側は日清戦争勝利による中国大陸への影響力の増加。ロシア帝国側は 外交政策による三国干渉後の旅順及び大連租借権、満州鉄道利権の獲得により顕著となり両国の世論も海戦の機運を高めていったしかし日清戦争に勝利しわずかばかりの植民地を得たに過ぎない新興国の日本の称賛は非常に低くさらに軍備拡大のための資金調達に苦労していた日英同盟はこの状況に少なからず 日本にとって良い影響を与えることになる。当時のロシア帝国は対ドイツ政策としてフランス共和国と同盟関係になっていた。日露海戦となると当然軍事同盟である露仏同盟が発動し日本は退路、退仏戦となってしまう危険性をはらんでいた。以上の状況に牽制として結ばれた日英同盟は1対1の戦争の場合は中立を 一追複数の場合に参戦を義務付けるという特殊な条約であった。この結果、日英同盟は露仏同盟にとって強力な抑止力となり、上記の条約内容からフランスは対日戦に踏み込むことができなくなったばかりか、軍事、非軍事を問わず対露協力ができなくなった。当時、世界の重要な拠点はイギリスとフランスの植民地になっており、主要校も同様であった。 日本海海戦により壊滅したバルチック艦隊は極東への海港に際して港に入ることができず、スエズ運河等の主要航路も制限を受けた。また、イギリスの情報により地区一本国へ情報を流されていた。日本にとって日英同盟は軍事資金調達の後ろ盾、フランス参戦の回避、軍事的なイギリスからの援助、対路妨害の強化といった 日露戦争において大きな保障を得るという側面を持つことになった。ちなみに日露戦争においては、モンテネグロ公国も日本に対して戦線復刻したとされる。その場合、日本は国際補助2国を相手に戦争したこととなり、イギリスに参戦義務が生じていたこととなる。結局、モンテネグロ公国の戦線復刻は無視され、モンテネグロは戦闘に参加せず、 講和会議にも招かれていない。もっとも、モンテネグロが実際に戦線復刻していたか、戦線復刻が正規のものだったかどうかは、異説がある。日本は、日英同盟に基づき連合国の一員として1914年8月23日に第一次世界大戦に参戦した。ドイツ帝国に戦線復刻したことにより、日清戦争後の三国干渉によって、 ドイツが中国から得た甲州湾咀嚼地、19世紀にスペインから得た南洋諸島を日本は参戦後芝叩く間に攻略して占領し極東及び太平洋におけるドイツによる軍事的脅威を一掃した。さらにイギリスからの要請を受けてイギリス帝国の一部であるカナダの太平洋沿岸部における ドイツ海軍艦艇による通称破壊戦に対して警戒することを目的に巡洋艦イズモを派遣した。トランシルバニア号救出翌日の駆逐艦坂木マルタ共和国旧英国海軍墓地にある修復直後の日本海軍第二特務艦隊戦没者の墓対戦後半欧州戦線で連合国側が劣勢になるとイギリスを含む連合国は 日本軍の欧州への派兵を要請してきた。これに対して日本政府は遠隔地での兵舘確保は困難であるとして陸軍の派遣は断った。しかしながらドイツ・オーストリア・ハンガリー海軍有望と及び武装商船の海上交通破壊作戦が強化され、1917年1月からドイツ及びオーストリアが無制限潜水艦作戦を開始すると、 連合国側の感染の被害が甚大なものになり、イギリスは日本へ、地中海へ、駆逐艦隊、希望未練へ、巡洋艦隊の派遣を要請した。日本にとって、脅威を受けるわけでもなく、さらに直接的に何の利益も生まないヨーロッパへの派兵を、最初は渋っていた日本政府も、日本海軍の積極的な姿勢と占領した、公衆安ャク地と、 南洋諸島の利権を確実なものとするべく、1917年2月7日から順次、日本海軍第一特務艦隊を、インド洋、希望本方面、第二特務艦隊を、地中海、第三特務艦隊を、南太平洋、オーストラリア東岸方面へ派遣した。中でも地中海に派遣された第二特務艦隊の活躍は目覚ましかった。大戦終結までの間、 マルタ島を基地に地中海での連合国側艦船の護衛に当たり、イギリス軍艦21隻を含む延べ船舶数計788隻、兵員約70万人の護衛に当たった。そして、平井船舶の乗組員7075人を救助している。日本海軍が護衛に当たった大輸送作戦により、連合国側はアフリカにいた兵員をアレクサンドリアからマルセイユに、 送り込むことに成功している。特に地中海での作戦を開始した1917年4月9日から1ヶ月と経たない5月3日、駆逐艦末と坂木はドイツ U ボート潜水艦の攻撃を受けたイギリス輸送船トランシルバニア号の救助活動に当たり、さらに続く U ボートの魚雷攻撃を交わしながら3266名中、 約1800人のイギリス陸軍将兵と看護婦の救助に成功した。これ以前、救助活動に当たったイギリス艦船が二次攻撃で遭難して6000名の死者を出したことにより、たとえ U ボードにより被害を出した船が近くにいたとしても救助しないということになっていた。そのような状況での決死の救助活動であり、以来、日本海軍への護衛依頼が殺到した。 あとに、両駆逐艦の士官は、イギリス国王常時五世から除訓されている。ところが、それからまた1ヶ月後の6月11日、駆逐艦サカキは、オーストリア・ハンガリー海軍の U ボートの攻撃を受け、魚雷が火薬庫に当たったため爆発で、重油タンクより全部、船体の3分の1が、一瞬のうちに吹き飛んでしまった。この攻撃により、 艦長一家59名が死亡した。第二特務艦隊は、駆逐艦機の59名を含み78名の戦没者を出した。これら戦没者の慰霊碑が、マルタの当時のイギリス海軍墓地に木遭難から1年後に、混流された。慰霊碑は、イギリス海軍墓地の奥の一番良い場所を提供され、当時、日本海軍の活躍をいかに、イギリス海軍が感謝していたかがわかる。 なお、マルタの慰霊碑は、第二次世界大戦時のドイツ軍によるマルタ包囲作戦で爆撃を受け、上4分の1が欠けてしまった。長らくその状態で荒れていたが、1974年に新しく慰霊碑を作り直して復元した。ありがとうございます。